ありがとうございました。いよいよラストの曲となりました。ラストの曲は、今日お越しの皆さんが元気にパワーアップできるよう、全身全力でお届けしたいと思います。それでは聴いてください。着便のナンバーからジョニービーグル。さんはそんな皆さんが幸せになれる素敵な場所です。クラウドファンディング、まだ続いております。もつさんの存続のご支援どうぞよろしくお願いします。またもつさんで、皆さんとお会いできる日を楽しみに僕たちも頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。この後も楽しいステージが続きますので、皆さん最後までお楽しみください。ありがとうございました。ニュアンドココでした。はい、ありがとうございます。ディーアンドココのお二人でした。どうぞ皆さん今一度大きな拍手をお送りください。わお、パフォーマンスも素晴らしいんですけどね、ご挨拶も素晴らしい。はい、ご挨拶どうぞこちらへ。
はい、ココちゃんが初めてモンズに出たのがいくつだったって言ってたっけ。小学3年生の頃です。小学3年生か、今が6年生ですよね。初めてモンズのステージに立った時はどんな思い出があります？とっても緊張しました。とっても緊張した。それからでももう3年間、最近ではこのコロナ前はほぼ毎月のようにね、ステージ立ってたもんね、二人は。じゃあ二人にとってこのモンズっていうのはどんな場所でしょうか、今。とってもお世話になった感謝の場所です。聞きました皆さん、小学6年生ですよ。おじさんも見習います、感謝の場所ということでね、今日はどうでした、久しぶりじゃない、こうやってお客さんの前で演奏するのは。とても緊張しました。ローズの時すごい声が震えちゃって、もうあれーってでも今日あれでしょ、ピアノの弾き語りは初めてお客さんの前で。はい、びっくりしました。どうだった？すごい緊張しました。どうでしょう皆さん、初めてのピアノの弾き語り、わーおー、大きな拍手いただいておりますよ。これはまたレパートリー増やさないといけないね。はい、ね、頑張ってほしいです。さあ、そしてリュクもまたらおいでおいでおいで。ねえ、会うたんびに本当にね、イケメン度とね、可愛子ちゃんとか増していくんですけど、イケメンですよね。可愛いって声飛んでましたけど、また飲むじゃない、背が。ありがとうございました。え、今身長何センチぐらいだったの？うん、一昨日測って165でした。低いじゃなかった、もう抜かれてるマジ、そっか、ねえ、もう中学生だもんね。はい、ねえ、ギターはどうですか、どれぐらい練習してるの今毎日？あ、ほぼ毎日ギターを触ってます。何時間ぐらい弾くのかな。何時間かもう触りたい時に触ってるんで、ずっと触ってる感じ。はい、そっか。で、ココちゃんもピアノを始めました。ピアノね、どう、楽しみなんじゃない、これからまた。はい、ねえ、レパートリー増やそうね。すごい仲良しの兄弟で。で、今日どうですか、久しぶりに皆さんの前でギター弾いてパフォーマンスした。本当に久しぶりに、ライブしたんですけど、本当に楽しかったです。楽しかったですか、はい、ね、じゃあぜひモツに対しての思いもさっきもね一言もらいましたけど、お客様とそしてライブ見てくださっている皆さんにもう一度メッセージお願いします。はい、本当に僕が小学5年生、ここが小学3年生から本当にこのライブハウスでお世話になって今の僕たちがあります。まだクラウドファンディング続いているので、ぜひ皆さんご支援どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、じゃあコロナが落ち着いたらまたスーパーティーンズとかでね、はい、2人もモッツのステージ盛り上げてくださいね。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。どうぞ皆さん今一度リアのところのお二人大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。完成させられておりますおじさんはということで、本当にね素敵なパフォーマンス披露してくれました。まだ10代の2人ですよ。でもね、そんな2人がこうやってね皆さんの前でパフォーマンスをする喜びを知って、そしてそれを目標に向かってね毎日毎日頑張っていられるっていうのも、ここモーツのねステージをキャンさんたちが守り続けてくださってるから、そしてねスーパーティーンズっていうねイベントを守り続けてくださってるからでもあると思うんですね。ぜひお二人からもありました、今ライブ配信ご覧になってる皆さん、そして会場にねいらっしゃってる皆さんももちろんですけれども、クラウドファンディングで今ここライブハウスモズの支援の輪が広がっております。はい、一番手頃なね応援だと1000円から応援していただくことが可能となっておりますよ。各ね値段によってですね、リターン返礼品というものがあります。まあモズからのお礼のメールだったりですとか、モズのチケット、ライブで使えるねドリンクチケットだったりね、値段が上がっていくと今度はね T シャツだったりマイバッグ、エコバッグだったりタオルだったり、いろんなねモズのオリジナルグッズ手にしていただくこともできます。ぜひですね今日このライブ配信ご覧になっていただいて、モズやっぱり応援したいなと思ってくださった皆さんいらっしゃいましたら、このクラウドファンディングのページ開いてみていただいてですね、ご参加いただければと思います。